はーい、みんなね、ご飯食べてお眠モモドでございましょうか。よちよちよちさ、今日はなんか前回ね、ちょっと歯ぎしりのお話しさせてもらったんですけど、動画をツイッター上に送られてきて、見ていただきたいということで、いただきましたから、じゃあ見ましょうかね。なんか同じやつがいくつかあるのかな。これ見ればいいのかな。ちょっと直撮りになるんですが申し訳ありません、お付き合いください。これは何を催促してるんでしょうか。いつも YouTube で拝見させていただいております、ひさひさです、ということですけど、ちょっと待ってね。はい、このガジガジやってるんですね。はい。まあ、これは、うん。見たところによると、まあ、特に病気とかそういうわけではなくて、この子特有のね、まあ甘えでしょうかね。この子特有の甘えで、遊んで遊んでっていう感じでしょうかね。遊んでください。かえちゃん、かえちゃん見てないね。ね、遊んでくださいっていうような仕草ですね。はい。だからこの子特有だと思いますのでね、なんか別に、そんな心配するようなことではないですね。で、何を催促、どうも遊んでってことですね。遊んで遊んで遊んでちょうだい。遊んでくださいっていう感じですかね。うん。まあ、そのように私は見えますので、で、この子自体が、まあ、会ったことはないんですけど、噛むことが多分好きなのかな。あむあむしてる感じだ、見る限りだと。噛むおもちゃを使って一緒に飼い主さん遊んであげればいいかなと思います。引っ張りのね、おもちゃ等を使って、この子と一緒に、必ず一緒にね、遊んでください。一人で遊ばせるっていう感じじゃなくて、一緒に遊ぶという形でございます。まあ、なんでね、こういう判断をしたかと言いますと、これボディーランゲージでいろいろよくわかるんですけど、まあ、わかりがいいのはこの目とね、耳と尻尾かな。まあ、この3つを、見れば、だいたい判断がつくんですけど、まあ、もうちょっと言うと、あと、下の方をもう見せてもらえれば、まあ、わかりがいい、よかったんですけど、まあ、この3つでもだいぶわかりますね。まず尻尾、わかりやすいですね。ね、興奮してますから、キュッ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 ってこう、ね、やったやったっていう感じで、ね。で、ワンちゃんが飼い主さんにですね、何か要求するとき、こうやって目がクリクリっとなります。こういうね、目がすごいクリクリという状態で、甘えるような状態をね、取ってきますね。これが、まあ、要求してるやつですね。やってください、やってよっていう感じで。で、あと、それ、プラス、耳ですね。耳に力が入りますね。これも要求の合図の一つです。ね。耳のですね、方向は、特に気にしなくていいです。これはね、この場合ね、この要求の場合は気にしなくていいです。ワンちゃん、それぞれね、皆さん、向きが違いますね。前を、この子みたいにちょっとね、やっぱこう、後ろに、下がる子もいれば、こうやってね、後ろにちょっとピコピコってこう後ろに下がってますね。これ。耳がね、ちょっと後ろに下がってるんですけど、そういう子もいればですね、前に、耳が前にね、飼い主さん側に耳がブワブワブワってこう来るようなね、ワンちゃんもいますので、はい。それは個体差によって違いますから、耳の向きはあまり気にしなくていいです。ね、甘えてるときはすごく耳が、強調して、こう、力が入りますので。はい。まあ、こんな感じですかね。私の見立てでは。なので、
しっかりね、こういったしっかり引っ張れるおもちゃ等で遊んであげてくださいね。なんで逃げるの？かえちゃんはちょっとおもちゃがあんまり好きじゃないですね。ね、やっぱ嫌いだとこうやって逃げたりする。こういう反応するんですね。嫌だなって。こう嫌いな場合はこういう反応しますので、で、今みたいなあの動画を見ると明らかにこう、やっぱ好きですから、ね。好きの典型的な、ここは来ましたね。こうやって、ここはこうやって来ますからね、これ。ね。こうやって一緒に遊んであげてくださいね。はい。一生懸命一緒に遊んであげて、ね。満足させてあげればいいです。はい。なんであんた今火ついた。はい。これが私の見立てでございますんでね。よろしくお願いしたいと思います。はい。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。バイ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 。